東急7200系電車上田交通7200系電車左7253編成丸マドリーム号見巻き右7252編成上田交通7200系電車は上田交通で使用されていた通勤系電車である老朽化した5000系5000系と5200系5200系を置き換えるため5000系5200系の場合と同様に 親会社である東急から 7200K を1993年に譲り受けたもので、もは7251区派7551、もは7255区派7555の重量が譲渡された。前社東急在籍当時に冷房改造を施行しており、本系列は上田交通発の冷房車であった。これにより、 長野県下の私鉄では初めて冷房化率100%を達成した。入線に際しての改造は、東急長津田車両工場で施行され、内容は暖房能力強化と車両番号の改版が行われた程度の軽微なものである。なお、区波7551は、東急在籍当時、電動方向膜を装備していたが、側面のものは撤去し、 正面のものも手動に復元した上で入線している。外装は、東急時代の正面赤帯に変わり、緑の濃淡の帯が、正面貫通とビラブと連結面を除く、車体全集に巻かれた。デザイン案は8候補あった。東急7200系は、東洋電気製造製の伝送品を装備する車両と、日立製作所製の伝送品を装備する車両が、 存在するが、上田交通へ譲渡された車両はモハ全車と、区ハ4両の軽9両が東洋製、区ハ1両のみが日立製である。7200系は1993年5月28日に運用を開始し、5000系と5200系をすべて置き換えべ所初戦の近代化に貢献した。なお、東急時代に常用していた改正制度は、同線の変電所が、 改正制度に対応していないため使用を停止し、空気ブレーキのみを使用している。その後、1997年に別所線におけるワンマン運転開始に伴い、全編成に対して対応工事を施行し、車内に運賃箱、整理券発行機が、運転台にはワンマン運転用の装備がそれぞれ追加され、運転室と客室の間の仕切り扉が、 スライド式に交換された。上田電鉄発足直前の2005年1月、地域活性化事業、別所線丸窓特別電車再現により7253、編成がもは5250系、丸窓電車のイメージを再現した、ラッピング車両に改装され、丸窓号と称し、ヘッドマークを検出して、運行を開始した。同年4月、相性が変わり、 マルマドリーム号と命名された。車内はカッティングシートによる木目調に改装され、一部の側窓をシールで大円窓状に装飾し、車体色を5000系導入以前の標準塗装であった、クリーム色と紺色のツートンカラーに変更したほか、中吊りにはマルマド電車の現役時代の写真が展示されている。当初は土日曜日の限定運用であったが、 同年10月の上田電鉄発足を機に7255編成も同様に改装され、マルマドリーム号は2編成となったことで限定運用は解除された。東急時代初期と同じ帯なし仕様となった7254編成また7254編成は帯を撤去し東急在籍当時と同様の姿となった。 当初は1ヶ月間の期間限定の予定であったが、公表のため同編成の運用離脱までそのままの姿で運用された。残る7251.7252編成は帯色をクリーム色と紺色に変更され、この結果本系列はマルマドリームを使用、東急在籍当時の姿、上田電鉄標準仕様の3種類の姿を持つこととなった。 上都のために陸送される7251編成2008年3月7日に、上田市役所ホームページ上において、2008年より、元東急線系4編成を導入し、本系列3編成を、大体廃車することが発表された。同年3月15日のダイヤ改正後に区派7550の台車が未更新の7251編成が、運用を離脱し、 同じく元東急7200系を使用している豊橋鉄道へ譲渡されて1800系も18692810となった。その後、7252編成と7254編成についても同年10月頃に運用を売り出し、もは7252.7254の2両は東急車両製造へ譲渡され、横浜事業所で 校内用牽引車として使用されている。7252編成と7254編成の区派は、等級車両製造には譲渡されずに、下の号車庫に留置された後に解体された。2009年12月以降は7253.7255編成の2編成4両が在籍していた。前述のようにいずれも、マルマドリームを使用である。 このうち7253編成については2014年9月27日をもって運用を離脱。廃車となり、同年12月に中円電液構内にて解体された。台車は現在も保管されている。軽的部品の調子が良くなかった6 0 0 0系サナダ。ドリーム号には7253編成から外された軽的部品が取り付けされた。 陸層のためモーターカーインにより、中円電駅に移動する7255編成7255編成は引き続き運用されていたが、2018年5月12日をもって引退することが2017年12月に発表された。同編成廃車をもって7200系はすべて引退となることから、2018年に入り、引退記念グッズが多数販売された。 同月21日、28日には、下野号駅構内の下野号車庫にて、7200系サヨナライベントが開催された。5月12日、サヨナラ運転を行った。最後の運用の後ほどなくして7255、編成は廃車となり、7200系は形式消滅となった。川崎への陸送のためトレーラーに積載された。 区派 7555J リーグ川崎フロンターレの企画として、とどろき陸上競技場前で展示された区派7555その後、神奈川県川崎市のとどろき陸上競技場で2018年8月15日に開催される J リーグ川崎フロンターレ大サガントス1の前に行われるイベント、川崎の車窓から東急グループフェスタにて車両を展示することが発表された。 区派7555は中遠電気構内の側線からトレーラーで搬出され、轟き陸上競技場へ陸送。モ派7255は、主電動機、コンプレッサーなど床下機器を豊橋鉄道に予備部品として譲渡した後、最終的に2両とも千葉県市原市内の市内に生体保存された。東急時代の9番の括弧内は新生児のもの。 上田市の別所線存続プロジェクトチーム、i プロジェクトのキャラクター、霊坊くん、ドリームくん、ダイヤくん、シーちゃんは本系列がモデルになっている。霊坊くんが上田交通時代の塗装、ドリームくんがマルマドリーム号、ダイヤくんが7254編成、シーちゃんが上田電鉄標準塗装である。2009年8月公開の映画、 サマーウォーズの劇中に登場する列車は、マルマドリーム号がモデルとなっている。区ハ7551は、廃車時は他の車両と台車が異なっていた。機上という装置が搭載されていた。区ハ7553は、運転台側に、台車更新後も、機上という装置を搭載していたが2011年2月頃に油噴火が撤去された。 社内のという装置点圏外はそのままになっていた。ありがとうございます。